今回は昨日9月30日、米アマゾンで買ったピクモッチ、いい、レモンなるアンドロイドウェアが届いたので、簡単な使用レポついでに、小木とコックの没動画と、9月初旬に買って以来使ってなかったロゴ数のポケットコンロの簡単なテストをした時のメモ動画を適当に編集しただけの個人的なブログです。はい、今日は2018年、1月の16日でございます。まあね、今更ながらね、このコジトポップっていうやつ、まあ時計なんですけどね、スマートウォッチ買って、まあ届いたのでね、適当に撮影しております。これ、ヒール部分がネチョネチョしてるから、ずっとね、在庫として眠ってた商品だと思われます。まあ、アンドロイドウェアと違って、もう盤面とか変えれないの。ただね、通知が来たら教えてくれるというタイプのスマートウォッチなんでね、電池の持ちはいいです。まあレビューとかもいっぱい出てるんだけど、1年ぐらいは持つということです。まあこの盤面にさ、メッセージとかメールとかソーシャルネットワークと、あとインフォメーションのマークがついてるけど、まあ、これらがね点滅するんですね。あと着信があったら全部点灯とかね。あ、これもちろん新品で買いました。ちょっとごついですね。まあいいや。はい、でこのボタン3つあるんですけど、まあ、真ん中が時計合わせで、上がコマンドボタンで、下が電源ボタンで、まあ、電源ボタンは3秒以上長押しするとオンオフができます。ペアリングはね、上のコマンドボタンと下のパワーボタンをね長押しすることでペアリングができます、スマホとね、うん、シンプルですよ。まあ、説明書はねこんな感じで長っぽそくて、まあ時計のケースに入ってるんでこれに合わせてるんでしょうけど、まあ各国語でね説明が1ページにまとめられてね書かれております。日本語もありますし、中国語もありました。英語ももちろんありますけど、専用のアプリをダウンロードしてペアリングするのですが、アプリには通知の統計、カメラのリモートシャッター、目覚まし、アクティビティの機能があり、個人的にリモートシャッターは便利だと思います。 iPhone との相性はかなりいいです。ちなみに今年杭州の聖湖に行った時にリモートシャッターが活躍してくれました。まあアプリ立ち上げて、あ、そう、今もカメラになってるけどね、これ今繋がってるんだけど、でここでね押しますよ。今ちょっと風景映ってますけどね、 iPhone 行きますよ。こんな感じです。こんな感じです。じゃあちょっとイオンモールに行っております。ロゴス、まあ、小松空港近いからね、自衛隊の、まあ、基地もあるし、あとここね、テラスになってますよ。実はここ来たの2回目なんですよね。あ、でも夜だから白山もないんだよね。まあ、昼間来た時はね、すごく見込み良かったですよ。やっぱ夜は当然だけど、見えませんね。いいですね。まあ高いんだけどね。ロゴスショップでちょっとね、カセットコンロじゃないや、ポケットコンロ買ってみました。2600円です。税込みで2808円。4個燃料がついてるよね。あ、ちょっとね、イオンモールから出てきたらすごい雨が降ってました。まあ、ここだって感じか。いや、なんか雨だし、夜だし。iPhone 結構駆使してるよな。壊れないじゃん。それが心配だ。おはようございます。今日は9月の30日、台風24号が日本を駆け抜けていっている最中という遅い日でございます。さて、長いので開幕カット。本当は米アマゾンで半額以下になった LG ウォッチスタイルかスポーツを買おうと思ったのだけど、このピクウォッチという僕好みの原色カラーのアンドロイドウェアが目についたので、迷わず買ってみたのです。ちなみになんか聞いたことあるなと思ったら、タオバオでよく見かけていたスマートウォッチでした。以前はアンドロイドウェア、ウェア OS ではないのが売られてましたね。箱からしてすごい気に入った。ここスポンジです。あ、ここにもスポンジが入ってる。いい感じだよ、質感は。あ、かっこいい。おもちゃっぽい。これがいいんですよ。まあでも私の年でこういうおもちゃっぽい時計するってのもなんだかなって感じだけど。まあでもほら、スウォッチとかが好きだった人にはわかると思う。この良さが。スウォッチね。あれが好きだった人にはわかると思う。まあでもちょっとごついな、やっぱり。
充電ケーブルね。なるほど、まあ、このついてきてる説明書日本語もありますよ。 OS Android Wear 2.0 バッテリー容量は 300mAh、 プロセッサーは 1.2GHz、 まあ、スクリーンは 1.4インチ、まあ値段なりって感じでしょうかね。まあ、でも心拍センサーもあるしね、悪くないよ全然。よかった。あ、なるほど、磁石だね。こんな感じだ。あ、すげえ綺麗、明るいね。しかもやっぱ実機の方がいいよ。エミュレーターとは全然比べられないな。いや意外と軽いよこれ。軽い軽い。あ、来た来た来た。つけるとこんな感じです。まあ、傾けたらちゃんとセンサーが反応してアンビエントモードから復帰しましたね。うん、いい感じですよ。あのこれもちろん変えれるんだけど、まあ、ウォッチフェイスだからね。その状態のこれが好き。合計21種類のウォッチフェイスがありましたが、気に入ったのだけ紹介。くどいけど、この動画は Android Wear、Wear OS のレビューではなく、個人的なただの日記動画です。まあ、Wear OS 自体の使い方は見ればわかる程度のシンプルさです。こういうシンプルなガジェットで個人的に知りたいのは、もうエラーが出た時の対処法です。以前作った自作のウォッチフェイスとアプリも問題なく使えました。ちなみに自作アプリなどは、ADB デバッグで Wi-Fi を通して接続し、インストールしてます。あと、ベルト柔らかくてなんか、付け心地もいいよ。あとこのおもちゃっぽいもう感じが大好き。まあ装置系が好きな人はこの時計もね、好きになれると思いますよ。ただ一つ難点があって、まあちょっともうこれ Android Wear 2.0 なんだけど、 Wear OS にアップデートできるんだけど、なんかね失敗ばっかりするんだよね。会話長いのでカット。時計単体では Wi-Fi に接続されてるのに接続されてないことになってたり、更新中のままアップデートできなかったりと問題多発です。 iPhone との接続でもよく途切れて通知が来なかったりしてますので、相性は良くないですね。やはり Android と一緒に使うべきかなと思いました。あとこれ心拍数も分かりますよ。こんな感じ、まあ、もっと360円もありましたね。あと Google Fit もありますので、ね、まあ、最悪のことちゃんとデータ取ってくれるのかな。うん、まあ、GPS を取得しています。まあ、これもなんか意外と高評価っぽいね。コジトポップとチクウォッチの比較です。まあ、大きさはほぼほぼ同じなんですけど、チクウォッチの方が軽い。チクウォッチあとマイクとスピーカーがありますので、ね、アラームとかも鳴ってくれます。はい、今ねちょっと水汲みに行く途中なんですけど、ちょっとこれGoogle Fit のテストしてみようと思います。トラッキング、まあサイクリングした距離とか測れるんで、ちょっとやってみます。サイクリング開始。ちゃんとアンビエントモードになるんだね。小松ドームがあるあたりまでやってきました。ちなみにこんな感じで雨がっぱ来ております。ダイソーのね。まあ歩いてる人はほとんどいないね。車はまあ通るけど、やっぱ台風だから皆さん着こもってるんだろうね。こういう人がいない時こそ出かけるチャンスがね、まったりとできるからさ。で、だいたい夜になっちゃうな。私は昼間暑いし、あの今暑くないけどね。13分経ちました。時速12キロぐらいが平均で、で 2.6 キロ進んでる感じ。あ、すごいね。単純にこれサイクルコンピューターとして使える。ちなみに今ここはホテル雲井のあたりです。で個人的に私の淡路温泉のシンボルとなっているホテル雲井です。ホテル雲井前です。14分経って平均速はまあ12キロで 2.8 キロ走った感じか。いいね。うん、もうこのままとっとと高温水を過ぎて水汲みに行きます。雨対策してきたにもかかわらず雨がどんどん降ってないんだけど、でしてない時に限った雨がドワーッと降ってるの降るんだよね。高温水を通り過ぎます。そして左へ向かって水汲みの場まで行きます。なんかさすがに人いないね。平均時速が 11.15。 なんだろう、この平均時速がなんか下がるとなんか頑張りたくなるよね。
まあ、一応何が映ってるか分からないように映ってたけどね、やっぱり iPhone7。 八幡神社のある場所です。またイノシシがいると嫌だしな、怖いけど頑張っていきます。はい、またこのイノシシが出るあたりまでやってきましたよ。今日はね、ちょっとライトが貧弱なんですよ。線路名のライトも出てないんでダイソーのやつだけで、かつね、ほら雨具の中にしまわれてるからほとんど明かりが届かないの。だからちょっとね、光でまあ仮にイノシシがいたとして、そこのイノシシを威嚇することができそうにないからちょっと怖いね。ただちなみにここね、何回かはもちろん来てるんだけど、イノシシとは違った、明らかになんかクマかわかんないけど、そんな感じのすんごい重臭がねしたことがある。とにかく臭いのよ、あたり一面がさ。今取れたかな、イノシシが出たよ。あ、びっくりした。自転車の村も横切った。よかった、よくらっと続きされなくて。やっぱ出たな。水汲みのあたりも来たけど。あ、びっくりしたわ、マジで。でも頑張って水汲むよ。まあでもちょっと水汲みます。このろ過を使って、水をろ過して持って帰ります。出る慣れてても効かなかったな。ちょっとこんな感じで試してみます。無理でした。今最後の水調整しました。水気の完了です。ちなみにこのろ過剤は役に立ちませんでした。つけてたら全然水が入ってたの。はい、じゃあまた戻りましょう。今止めたらこんな感じで言いました。平均ペースが 9.3km 長いのでカット。まあイノシシが出たところも取り過ぎちゃいましたね。あ、怖かった。さすがに人いないだろう。あ、人がいた。予定変更でこんなとこまで行って戻ろうかな。おしょぼけにやってまいりました。ちょっと来る気なかったけど、とりあえずここに来たのはね、まあ、とりあえず座って心を落ち着けたいんですよ。ほんとびっくりした。ほんとびっくりした。ああ。ちなみに私ね、これ、ロゴスで買った、携帯ストーブを持ってきてます。ちょっとコーヒー飲みます。沸かします。まあ実はまだ使ったことないんだけどね。これです、これです。で、燃料が4つついてます。まあこれ使ってちょっとコーヒー飲んでみます。まあこれこんな感じで入ってたんですけど、こんな感じで、ここにまあ燃料を投入してこんな感じで使います。ロボスで12個税別600円で売られているタブレット燃料が4個入ってます。1個当たり50円です。じゃあちょっとこの固形燃料を使ってみます。ちょっとなんか夜なんか怖いね、本当に。今水を取り出してちょっと軽く鍋とか洗って入れた感じです。これをちょっと沸かしていきます。ちょっと撮影めちゃくちゃグダグダですけど、三脚ないからちょっと撮れない。なんかついてくれそうにないな。あ、ついたついた。あ、ついたついた。こんな感じで使うんだって。今水を沸かしております。ちなみにこの燃料はね、6分間燃えるそうです。即席なんだけどね。ふわらてハーフ&ハーフ、これちょっと入れて沸き上がるのを待ちます。あ、燃えてる燃えてる。あ、意外と火力強いよ。ちょっと葉っぱ燃やしてみよう。ちなみに水は4本まだあるから、何かあっても対処できます。ちゃんとストーブの機能を新しくくれてる、そんな小さいのに。もちろんガスコンロみたいなやつもあるんだけど、あれはちょっと俗すぎるじゃん。で、あえて私はこれをちょっと買ってみたんですよ。あえて手間のかかる燃やすタイプのやつ。
味わい深くていいね。ただちょっと火の取り回しも気をつけなきゃいけないね。いい感じでもう沸騰してるよ。ちょっと入れますよ、ね、今。ちょっと入れすぎたかな。ちょっと、あ、これ100均のやつだからさ、この、なんか安定性がないの。欠陥品でした。いただきます。森の風に吹かれながら飲むコーヒーもなかなかうまいですよ。これ大したことないかもしれないけど、ほんと超絶久しぶりのなんかキャンプじゃないけど、そういう感じ、ミニキャンプしてるようなそんな感じだよ。いや、いいね。テストです。私の動画適当です。あ、湿ってるにも関わらずちゃんと燃えてくれてるかもしれない。この手のストップもいいじゃないか。まあ、とりあえずコーヒー飲みます。うまいうまい。あ、なんか恋人の聖地のような電気が全部消えちゃった。やべえ怖い、真っ暗だわ。公園の明かりがまだほのかに灯ってるけどさ、やばい怖い、真っ暗です。それにしても石川県に来てもう3ヶ月が過ぎようとしてるんだな。まあまだしばらくはいると思いますけどね。まあ仕事次第ですけどね、うん、今度テント買ってなんかどっか行きたいな。ごちそうさまでした。ああ、いい感じのコーヒーだった。あ、もう全然熱くないよ、このロゴスのポケットストーブ。うん、熱くない熱くない。ちょっと軽く洗って帰ります。ペットボトルの水で洗い流してきれいになりましたよ。枝とかね、用意して、継ぎ足して使っていくような感じかな。まあ、これはちょっと経験積んで、覚えていくしかないと思うから。うん、まあ、今日はこのチクオってのが届いたんで、軽くテストした感じですかね。あと、このストーブ、ちょっと今、試しに使ってみたという感じです。まあ、レビューとかじゃなくて、ただの私の日記ブログです。まあ、ダメ人間の皆さんに共有して、共感してもらえれば幸いです。そうかす。雨足が強くなってきましたね。足人いなくなってるけど、もう入っちゃいけない。10時過ぎちゃった。それで今日はもうこれで終わりますよ。うん。ホテル熊ヶ谷の交差点までやってきました。ちょっと川の水の様子見てるんだけど、やっぱ少し動線切ってるね。ホテル熊ヶ谷です。私の中ではもう雨雲の辛抱となっております。私の大好きなアイスです。ツナ。ちなみにこれの中にスナック菓子もありますよ。ちょっと高いけどね。まあ私は買ってないけど。うん、うまい。いや、最高だな。うん、なんか、家出少年になったような気持ちだな。ああ。あとちなみにこのチクウォッチはね、なんかやっぱ iOS の CMS が良くないっぽいね。やっぱアンドロイド端末の方がいいかもしれない。微妙だね。今ちなみにあの騎馬型のところまでちょっと到着したんだけど、要するにすごい増水してる。戻ってきましたけど、まあ満充電に出て残りが 34% だから、まあ、あまり持ちは良くないかな。今回は没動画少し使い回したり音声小さいしグダグダした適当なブログになりましたけど、ダメ人間の皆さんが楽しんでいただければ幸いです。このピクウォッチは使い倒してみようと思います。それとまた時間がある時にロゴスのストーブを使って遊んでみようと思います。ではでは。